マティルド・ド・ダン・マルタン、またはマティルド・ド・ブローニュは、ブローニュ女ク。名は、魔王とも呼ばれる。1248年に、ポルトガル王となったアフォンソ三世と結婚し、ポルトガル王妃にもなった。ポルトガル五名は、マティルデ・デ・ボロニャ。ブローニュ女クである母イドと、夫で、共同統治者であるルノード・ダン・マルタンの娘として、生まれた。1216年、母の死により、 白衣を継承する。1218年、クレルモン博フィリップ・ユルプルと結婚した。フィリップは、マティルドとの結婚と同時に、ブローニュ博を名乗り、ブローニュ、モルタン、オマール、ダンマルタンの共同統治者となった。ルイ8世が1226年に創生すると、フィリップ・ユルプルは、兄嫁で摂政のブランシュとカスティーユに対し反乱を起こした。1235年に、 フィリップが死去した後、マティルドは、しばらく単独統治をしたが、男性の統治者が必要となり、1238年に、ポルトガル王子、アフォンソと再婚した。アフォンソは1248年に、ニーサン二世の後継として王位についたが、ブローニュ白も兼ねた。しかし、5年後の1253年に、マティルドとアフォンソは離婚した。 全部フィリップとの間に一難かずめを設けていたマティルドであったが、アフォンソの間に子供が育たず、高齢で今後生まれる見込みも少ないことから、多い継承者の欲しいアフォンソが離婚を必要としたと見られている。言い伝えによると、マティルドは即位した夫に同行せず、ブローニュに残ったままだったという。理由は不明であるが、マティルドの息子アルベリクは、王位を主張してイングランドへ渡った。 彼は子孫を残さなかった。また、娘ジャンヌは、ヌベールハク・ゴーシェと結婚していたものの、子供が育たなかった。マティルドの直径が絶えると、白衣は、十イア・デライード・ド・ブラバンに継承された。ありがとうございます。